ビジネス日本を元気にする修華堂改革音改革路田中でございます。はい、ですね、まあ、ちょっと、この動画ではですね、近頃の、コロナウイルス騒ぎ中のですね、銀座の様子をですね、少しつらつらお話してみたいと思います。銀座ですね、人通り最近ちょっとまた少なくなってきましたね。でやっぱりね、1日何百人とかってね発表されているコロナウイルス感染者と称する数の影響はまあ少なからずあると思います。コロナ陽性、PCR 陽性者というのと感染者数ってのは本当はイコールではないし、まあ、そもそも感染者数って実際には割り出せませんから、厳密にはね、そもそも感染者数って何なのかっていう、無症状感染っていうのも実は言葉矛盾みたいなところもあってですね、まあ未知のもんだから、扱いかねてるところもありますけど、今はちょっと若干過剰反応になっているとは思ってます。で、でも現実として人が少ない中でですね、画廊はみんなもどんどん活動を始めてますね。入り口に消毒液設けたりとか、それぞれご配慮なさって運営されていると思いますけども、レセプションパーティーさえやらなければそんなに大勢一度に入るような業態ではないですので、いろんなところで、少しずついい展覧会は開かれて、いますよね。私どもでも文人画の展覧会というのを今日までですね、ちょっとやっておりました。明日からまたフリーの、常設になる予定です。で、そうこうしている間にですね、どんどん次々、企画の会議なんかはやっておりましてですね、今朝ですね、銀座ギャラリーズというのがあって、銀座の、ほとんどのギャラリー、半分くらいは参加してるかな、ギャラリーの活動の、一つの単位がありましてですね、この理事っていうのにたまたま私どもなってるんですけども、企画会議がありました。で、クリスマスの、パーティーみたいなのが、必ず毎年やってるんですけど、一応今年もねやる予定にしてます。それに向けてね、なんかもうすぐ仕掛けやろうかなと、いつもと違う何かやろうかっていうんで、ちょっと今アイデア出しをしているところです。アートテラートニーさんっていう方がですね、来てくれる予定にはなっているので、彼を中心にもっと膨らませたものをやれないかということを考えてます。それから銀座でですね、近代に光を当てた近代美術ってね、あまり皆さん耳慣れない言葉かもしれませんけれども、どうしてもですね、マスコミとか世の中の興味は現代アートという、一種コンセプチャルだったり、ストリートアートだったり、要するに今を生きる作家のさらに未来的なもの、現代アートという定義は何通りもできますからね、なんと言ったらいいのか、定義の問題よりもね、実態としての状況でいうとその今っぽいもの、が注目浴びやすいんですけども、その下地としてね、明治から、昭和、現在に至るまでですね、歴史的なその20世紀芸術ですね、これがしっかり日本があるし、そのあることが非常に実は特徴なんですね。そのヨーロッパなんかの絵画が19世紀20世紀で発展してきたように、日本においても19世紀20世紀発展してきて、非常に厚みのある層の美術があるので、ここに光を当てようという企画をですね、オリンピックイヤーの今年の次の年やる予定にしてますけれども、オリンピックもいつやるか分かんないという状況の中で、もうちょっと練り直そうということで、再来年ね、22年にやることが決まりました。そんなことでですね、再来年、ぜひ楽しみにしていただければいいかなと思います。それから昨夜ですね、
これはもう全く美術業界のみならずちょっといろんな人によってですね、私と同じ年とか学年の人がちょっとまあどっちかというと美術寄りの人たちがね集まって、まあ初めてお会いした方も 2,3 人いらっしゃいましたけども、大変面白い会をしました。まあ奇人変人集まるような、まあそうですね、まあ奇人変人同士はね、まあ惹かれ合うというかねまあすごく楽しい会でしたね。女性は誰もいませんでしたけども、まあまあ同級生的なものって、全然知らない同級生って面白いですよね。まあ昔話に終始しちゃいがちじゃないですか、学校の友達とかね。でも過去の話ばっかりしてる集まり、僕が飽きてはあんま面白くないんですよ。思い出の中に生きてないですからね。未来に向かって生きていかなきゃね、今問題があってそれを解決していくっていうことが常に今の課題じゃなかったら面白くも何ともないですからね。まあ、そういう意味で言ったら、まあいろいろとその美術業界、まあ、ここでペラペラ喋るわけにいかない、いろんなテーマがありますのでね、まあそういうことについてもまあそれなりに本音をぶつけ合うことができてね、面白かったです。でまあこういうことがちゃんとしたその美術の流れを作っていけるかどうかは分かりませんけども、でもいずれ大人は実力のある人たちの中での話でした。ぜひですね、これがいろんな形で何かね実っていくといいなと思ってます。ということで、まあ、これはつらつらと雑談でした。カイコットカイトリプロ、まあ査定のご依頼の方はこのQR コードを使って LINE でつなげてください。フリーダイヤルこちらです。そんなことで、ぜひ私のホームページ、介護高等会というプロのページと、それから修華堂のページと両方ありますのでですね、まあうちのホームページ4つぐらいあるんですけどね、まあ浮世絵と買い取りと、それからギャラリーと、それからコンテンポラリー4つあります。ブランド別に分けてますね。まあ、いずれのかのホームページから、うちのコンテンツにぜひアクセスしていただければと思っています。ということでよろしくお願いいたします。